公務公共サービス労働組合協議会、英語、Alliance of Public Service Workers Union's 略称、a p u は、日本の公務員や、独立行政法人職員、政府関係企業職員などが作る労働組合の、協議会組織である。2003年10月に、公務員共闘、厚労協、全観公の3組織が解散、統合して結成された。公務員や、 独立行政法人及び特殊法人等の職員が、作る労働組合から構成される。加盟炭素は9、組合員数は2015年6月30日、現在、117万8750人である。オブザーバー加盟の JP 労組を加えると141万7686人で、あり、観光労組の連絡協議組織としては、公務労組連絡会を超え、最大である。 2003年10月に連合観光部門連絡会を構成する14組合によって従来の協議会組織であった厚労協、公務員共闘、全観光を解散、統合させ、公務、公共部門労働者の共闘組織として新たに結成された。結成当初の構成は、自治労、日協組、全帝、国交連合、全郵政、都市公、全水道、 全林や、全印刷、実地老連、全造兵、日林やし統計老祖の13加盟組合と、オブザーバー加盟の日高協となっていた。すべての加盟炭素が、日本労働組合総連合会にも加盟しているが、形式的には連合とは別の団体である。現在の加盟組合数は、組合の統合、解散により、現在10組合となっている。 2010年10月20日の第8回総会にて、それまでオブザーバー加盟であった日本高等学校教職員組合の正式加盟を承認した。以下の2老祖は2007年10月に JP 老祖に統合した。以下の2組合は2006年2月に統合し、林野老祖へ移行した。公務老協の最高議決期間は年1回開かれる総会である。 総会は執行部から前年度の取り組みの報告と決算監査報告を受け、当年度活動方針を及び予算を決定し、役員として議長、副議長、事務局長、副事務局長、会計監査及び運営委員を選出する。運営委員は公務労協の日常的な議決機関である運営委員会を構成する。運営委員会の下には事務局、 企画調整会議、国家公務員関係部会、地方公務員部会及び公務員連絡会などの中央機関が置かれている。また地方組織として2011年現在18、18都県を除いた29道府県で地方公務労協が結成されている。二部会と公務員連絡会は対応する人事行政機関に対する交渉、陳情にあたる。地方部会は、 総務省や全国人事委員会連合会など、全国的な地方公務員の人事、行政関係機関を交渉相手としている。人事院韓国のような国家公務員の人事行政は、地方公務員に与える影響も大きいため、地方公務員の組合を含めた公務員連絡会として、人事院等の国の人事行政機関との交渉することもある。 結成当初から2012年度までは、非現業国家公務員と地方公務員の組合が作る公務員連絡会と国営関係部会の二つの部会が置かれ、公務員連絡会内の部会として地方公務員の組合で作る地方公務員部会が置かれていた。2013年度から林野郎祖の組織する 国有林や事業職員が一般の国家公務員と同じ公務員制度に組み込まれるのに伴い、現在の国家公務員関係部会及び地方公務員部会の二部会と公務員連絡会に再編された。国営関係部会は発足当初は日本郵政公社、国有林や事業、国立印刷局及び造幣局の職員の労組で構成されていた。 これらの国営企業の職員には、旧、特定独立行政法人の労働関係に関する法律により団体協約の締結による労働条件の決定が認められるなど、一般の国家公務員とは異なった公務員制度が適用されていたためである。2007年10月の郵政民営化により、JP と全郵政が JP 労組に統合した上で、 オブザーバー加盟に展示規模を大きく縮小させた。2012年6月には国有林野事業を一般会計事業化する国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律が成立し2013年4月1日の施行をもって国有林野事業職員林野労組は 特労法の対象から外れることとなったため、2013年3月31日をもって国営関係部会は解散し、4月1日付で国交連合、林野労組、全員印刷、全造兵、JP 労組で構成する国家公務員関係部会が発足した。国家公務員関係部会の結成に合わせてもう一つの部会であった公務員労働組合連絡会は、 部会としての位置づけから外され、交渉体に特化した部会とは別組織として移行するとともに、地考部会は公務員連絡会の部会から公務労協の部会へと格上げされた。歴代の議長、副議長及び事務局長は可表の通りである。ッコ内は所属する組合を示している。ありがとうございます。